同期です。名前言ってよ。同期です。同期の田中です。田中です。同期の田中です。田中と再会。まあでもしょっちゅう会ってるような結構ナンバラとかで。うん、確かに。ナンバラ最近出てへんかったけどな。イエーイ。え、頑張ったよほんまに。頑張ったよね。ね。頑張ったよ。ヤオタンです。ヤオイのストレート可愛かったですか？可愛かった。あ、ありがとうございます。ありがとうございます。今日はね、アイドル失格を昨日見て、もうミカナさんみたいになるって。あ、そういうこと？うん。だからちゃんと飾りもここにつけたんやね。前髪もちょっとそれっぽく見えることもない。え、そうそうそう、前髪もな、こうちょっと流し多め、わかる、うん、この、うん、いつもの前髪やったらこんぐらいまで伸縮してるんですけど、ちょっとこういう感じでやってました。お疲れ様です。ああ、バイバイ。次のジャンレディの、あ、ジャンレディ、告知していいよ。ジャンレディ月、はい、リピート放送は、リピート放送は深夜1時からになります。はい。なります。西馬と田中美空ちゃんと、お、たくさん楽しい、田中と田中やん、そう。ダブル田中なんです。お、たくさん楽しいお話してり、いいですね、したり、二人のね、うん、趣味もハマってるものも聞けたり、新たな一面がいっぱい知れたから、お、ちょっと聞いてほしいですね。みんな聞き逃した方はお願いします、ね、私も聞き逃したんで、深夜1時まで起きてることはないけど。起きててよ。ラジオでしょ。明日も公演なんだよ。まあね、確かに。でもなんか、え、昨日も出た。うん、ま、3日連続大変。そうそう、あ、しあさっても出るから4日連続です。4日連続公演なの。そう。びっくりね。だから、マネージャーさんから言うのは URL、うん、あ、いつでも聞けるように、ね、いい URL もらえるから、ちょっとそれをもらって後日聞きたいと思います。はい、すごいよな、なあ、ほんまにな、すごい。雨降ってるって。すごい顔してた。配信してんのに今スクショしてないですよね。絶対しといてください。ガルク、え、ガルクガルク。やらかしたな。流れ星チャレンジ、イエーイ。なんか流れ星キャッチ、え、分からん、そこ見たことないねんな。流れ星投げます、シュなんかあれみたい。あ、え、ハリーさんの記録7日連続。そう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 、やばいよな。びっくりした。いや、まだまだいけるな、やよいら。ほんまに。マジで頑張りますわ。こんなんでしんどい言ってたの、しばかれんで。やよい、一番しんどかった時、何連続ぐらい。何連続やろ。B2 の時やってんな。あ、前の。え、やよいはな、一個あんねん、めっちゃしんどかったやつが。うん、B2 昼夜。うん、え、ちゃうわ、B2 公演。B2 昼夜、うん、キャンプ、うん、ちゃうわ。B2 公演、え、でもやばい。ナンバラ、ちゃうわ。なんかな、あってめっちゃ。え、絶対ここや。挟まっててん。うん。やばい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 。やばいやばいな。ナンバ B2 公演、次の日、うん、N の昼夜で。B2 昼夜ナンバーが、で次の日ナンバーがなんでナンバーがこんなあるので次の日 N、 次の日ナンバーが次の日マイエネヌ。やばい。ありすぎやろ。いや、シアターの女神ですよ。そうなんですね。すごい。ようやってたね。え、でも今もずっとやもんない、うん、すごいわ、ほんま。わらわらわら、好きなんだからいいんだけど、ね、何回公演ありすぎちゃう。ほんまに、まずまずさ、パッて見てさ、うん、N、 そのいろんな公演出て、うん、そう4日連続とかその、うん、N もあって生のもあってとかで4日連続なんかなと思いきや、何倍顔を飛ばして何倍顔を。そうやね。
何倍がめちゃくちゃ、ほとんど何倍が今のビーチ全然ヒリオルなくて、やばい、ここもやばい、なんかN 公園、三者懇談、三者懇談、何倍顔、何倍顔、24時間配信、24時間配信プラス M 公演で、何のリハやろこれ、リハ八木公演、うわぁ整骨院、整骨院雪乃の一週間三者懇談がやばいね、やっぱそう、大変やったね、ね、精神的にもね、ちょっと、ね、大変やった、うん、大変やった、感じはしてますけど詳しいですよ、うん、お、お姉ちゃん今時の若者なの、ありがとう、あ、めっちゃすいません、ごめんなさい、ほななくなっちゃったよ、確かに、懇談ってなんなんやろ、懇談ってなんなんだろう、めっちゃここの光やと染めたみたいに見えますよね、でも染めてないんですよ、今何分ぐらい経ちました、もう15分ぐらい経ったかな、今日も一番可愛かった、ありがとう、弥生さんお元気ですか、お元気お元気、三者面談、まあ、懇談も面談も一緒か、また染めてほしい、染めるかな、染めないと思う、でも黒ですよずっと最近は黒やね、29分までか、今何分だ、時計がねないんですよね周りに、アーモンドをもらったんですよマネージャーさんに、このコーン味のやつがめっちゃ美味しかった、ゆきのと二人で食べました、今30分、じゃあもうランキング読んだ方がいいかな、めっちゃねやばいとこで配信してるんですよ、牛村哲也さんありがとうございます、くまったくまった、うわっランキング見ますね、13位のりさんありがとうございます、12位なんて読むのこれ、パンダさん、パンダさんありがとうございます、11位お祭りが待ち遠しいねんさんありがとうございます、10位カズさんありがとうございます、9位アッシュさんありがとうございます、8位ホーリンのぬこさんありがとうございます、7位琴葉ちゃんありがとうございます、6位しずまるありがとうございます、5位おゆちゃんありがとうございます、4位みのりちゃんありがとうございます、3位よしらっしゅさんありがとうございます、2位りゅうさんありがとうございます、1位やますけありがとうございます、ありがとう、全然まだ全然まだあと7分ぐらい、ごめんなさい、あと7分もあるのにランキング運転ちょっとこんなところでね焦る焦る、すいません全然うるさくしてくださいね、わーやーよーいやーよーいだるすぎるやばい、ただただだるいです全然読んでからしかもコメントでまだあと6分ぐらいあるよわーゲストのケイトさんです、今日髪飾りを拾ってください、髪飾り、やゆちゃんの髪飾り拾って間違えましたこっちでさ拾おうと思ったらさちゃんと間違えた、恥ずかしい、かっこよい、なんか珍しいのしてますね、いやー、あー遊びに連れてって、だっ だってモーニング断られましたちょっとありましたもんね、ちょっとね大事になって、なんか
あの NMB でサッカーしようっていうのが今結構サッカー苦手やし、私もできない、いやでもサッカーできない人も自分に蹴っちゃう足柔軟性そうなんです、ダメなんですよ。めっちゃでも来る人は全然できない人ばっかりです。人数だけそれおもろいんかそのせいか成り立つんか、マコしか白くないマコチしかおもんないやん。あーもうダメですね。じゃあ見に行く。あそう、応援応援さんも、あ応援団としていおりさん難しいし、途中から途中参加で昼からお弁当持って行きます。お弁当差し入れ持って行きます。おにぎりとかおにぎり作って行きます。おにぎりからめっちゃめっちゃ尽くしてはくれる。そうそうそう。え、水族館行きたいですか。水族館って、あーまあ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 もうダメだ焼いたら食べれる。やっえ生は食べれない、ちょっと何言ってんの何言ってんの、ちょっと待って、ちょっと待って何言ってんの、水族館行こうって話しちゃったね、今やばい、どういうの、水族館市場行こう言ってないやんな、言ってないやんな、築地当館違った一応やっぱ言っとかないとダメかな何言絶対言ったらあかんやろ、言わん方がいいやつやでもそうなんですよ。どこ行きたい、これがふんりゃ、うん、まこちの家、あ、いいですね。何十人ぐらいで行きますか。ちょっと住所教えて行くから、ね、今教えて今みんな来る、全然みんな、なんでなんであかんの、大変な家はなんでや、パイナップル、パイナップルを用意する、あ、パイナップル父がいるからね、パイナップル大好きやで、なんか彩香のスーツケースの上にポンって置いてあったらしい怖い、何それ、何それ泊まりに来て、うん、でお土産みたいな感じでパイナップルそのままポンと外に見せるみたいな、お土産でもあやぴょん確かにフルーツ食べてるイメージあるわえそれこそさ、岡山で一緒にラジオしてるやん、そしたらさ、ね、めっちゃでっかい紙袋持ってて、はい、何持ってんのやろってずっと気になっててん、なんならさ帰ってきた途端さ、バンって中からシャインマスカットが出てきて、これ岡山のシャインマスカットなんですよって、そんな持ち歩いてた、すごい、いや岡山いいですよね、桃もあるし、え、いいよな、はい、フルーツ天国、あ、何これ、キャラメル塩みたいな、あ、塩キャラメル、えーちゃん、私はコーン味を食べました、うん、美味しかったです、え、うん、美味しい、塩キャラメル、塩や、いただきます、あ、セーフです、おいしい、うん、ケットもまだ一応 JK ですよ、いや、同い年っていうのがびっくりですよね、ダサいダサい、同い年ロック、みんな2005年生まれです、あ、2005年、あ、もや、うん、2005年ず、同い年です、2005やんな、あ、ほんまや、イエーイ、みんな仲良し、アミちゃん、アミちゃん、福のアミちゃん、卒業旅行行きますよ、あ、じゃあ言うも、うん、こう楽しんでるないやでも誰とも行ってないからまだカウントされてない、カウント溜まってないんで、うん、いいよいいよ、あ、なんだっけ、弥生酒屋、うわ、どっか行った今は目の中が来た、さかちゃん大人気ですね、さかちゃんじゃないよ、いや、ないよ、さかちゃんじゃないよ、うん、あ、なんかバラされてますね、何を、ケイトさん、ケイトさんがあやぴょんと頑張って集めたマリオのコインたくさん使ってましたよ、お、バラされてますね、私ですね、これは私が使ったやつですね彼女は何を話してるんですか、ゲームの話ですね、ゲーム の、はい、ゲームの話ですね、ゲームなんですけど、ゆいちゃんシード、シード、シード、あの、あれ、金の力で、金の力でなんとかしようとしました、うちらが本当に頑張った、めっちゃ頑張ってメダル集めてんのに、あんまりスーツ買ったらしい、あら、そうです、まあでも彩香も共犯です大丈夫、あれ、私もやりましたよ、マリオケイトさんの続きのところからやりました、あ、それでめっちゃ進んでるって言われた、はい、めっちゃ進みました、なんか砂漠、砂漠攻略しました、あ、じゃあみんなで進めて、はい、
いやほとんどあやぴょんがやってくれてるから、ね、ケイト何もしてない。あやぴょん頑張ってケイトついてってるだけだから。ダブルジャンプできなくて、えできへんよな、ね、壁とかも行ったら終わっちゃう。いやもう沈んでいきます。えこの3人のマリオしたってなるから。あやぴょんの力借りずに。なんかもうね一通り笑った後にってなっちゃいませんよ。わかるわかる。声終わりってギャッハッハッハッ。今ハータイムね。今ハータイムです。あこんばんは。じゃあもらって一気に。ちゃんとちゃんとな。次にこんばんは。なんですよ一応ねこれ私のルームだったんで。あこれだけしたらいいか。なんかなんか新しいティモ。めっちゃショールームもね変わったんでね。ね。お、お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。今日も乗り越えました。一日山みたいな。今日も一日。いやそう。公演始まるまで一回思うよな。今日も生きて帰れますように。えそんなかけてんの？はい。ちょっとね体力が。一回気合い入れないとダメ。確かに。はい。ロック前にも一回入れる。入れますよ。あのさ、電動リューザーって。じゃーん。はい。来るぞ来るぞって心の中では思ってるよね。弥生と最後ペアなんですけど。うん。なんか弥生がしゃがないと私来ないんですけど、うんうん、その後始めた。じゃかじゃか。揺らすね。めっちゃ揺らす。いいなそれで参加したい。弥生ちゃん揺らす会。最後まで揺らされて。めっちゃいいやん、ほら一回全部ほら揺らされてる。そうや、この一番神手コンビや、はい、そうですね。全然話聞いてない2人やろ。話聞いてますよ。話聞いてない2人なんです、この2人。いつもね、この気づいたら最後のね、動線の、そうそう、水の中の伝導率っていう曲の最後、一番最後のアウトロの動線をよく確認するんですよ、難しいから。そうですね。で、その前の位置が2人がサビがペアでね、はい、上手、一番上手に2人で言うんですけど、はい、じゃあサビ1からやるよって言ってるのに毎回この辺だけおらんおらんくて、2人どこあんのってちゃうよ、始まるんですよ。そう、そうなんですよ。そう、もう2人おらんくても勝手に始まってる。でもちゃんと対応できるって。いや対応して割り込んでる、こんなんなってるもう焦らせてしまってやってるから、もう本当におろい。そうなんですよ、自由人です。気づいたらね、みんな動き始めてる、まとまってるんですよ。はいはい、あれみたいな。そうなんですよ。うまい、あやちゃん M 出るやん。そうなんですよ。頑張って。緊張しますね。チーム M。 あ、なんか前、ま、古い人いる。記憶古い人おる。古い人あかんね、今もうこの M したらあかんらしい。え、そうなんですか。違うらしいね、こっちは、こっちらしいね、今の M。え、そうなんですか。あ、じゃあ右輪これやろってされるってこと。うんまで押さないんけど。そうですね、無事に。すごい、確かに。私は恋は災難が好きです。あ、ずっと古い。ずっと一個古いね。待てんのも一個古いね。古いよ。好きなんですけどね。好きやけど何やろ。嫌なことが好きやねん。全部前の M やねんな。ちゃうな、今のやつ知ってる。今の一曲でも言ってみて。あ、知ってます。あ、M のサインのセトリ右にして。今言ったからな。今言ったからな。職員室へ。職員室へ。職員室へ連れて行って。なんかウィンブルドン。ウィンブルドン。ウィンブルドンかぶってんな。職員室ならすぐ連れて行けるけどね。連れて行って、職員室。あ、なんか始まった。始まった。怖い怖い怖い。全然壊れてる壊れてる。勝手に行ってって言われて。一人で行ってやって。どうぞって。じゃあね。まあ、そろそろランキングを。うん、そうや、ちゃんと。ちゃんとね。今回さっきのはまあ中間発表だったんで。頑張って。私はウィンクの柔軟が好きです。あ、来てますよ。はい、13位アッシュさんありがとうございます。12位クーリンのぬっこさんありがとうございます。11位フシグロパンダさん、あ、さっき読めなかったからありがとうございます。10位ことはちゃんありがとうございます。9位野原しんのすけのすけさんありがとうございます。8位しろちゃんありがとうございます。7位しずまるありがとうございます。6位おゆちゃんありがとうございます。5位みのりちゃんありがとうございます。4位よしらしゅさんありがとうございます。
3位吉村哲也さんありがとうございます。2位リュウさんありがとうございます。そして1位は山助です。ありがとうございました。あれ食べたい。中間発表しちゃって申し訳なかった。ありがとうございました。それではおやすみなさーい。